この部屋。私、この部屋を知っています。ここは、6年前、聖号騎士見習いとなった私が目覚めた場所。行きましょう。まだ聖号騎士が残っていたのか。確かにあの鎧は、言えても。あ、ユージオ。まさか、早すぎる。早いって、何が？儀式の完了が、です。お前の相棒は、ユージオは、すでにシンセサイズされています。嘘だ。そんな、だって、君の時は3日3晩かかったって。それは、私が必要な術式の詠唱を拒否したからだと、元老長は言っていました。つまり、術式さえ唱えさせられれば、3日の儀式は必要ないということ。ただ、それにしても早すぎる。ユージオがおじ様と戦ってから、まだ何時間と経っていないはずなのに。そうだよ。ありえない。ユージオがそんな簡単に。これはきっと、まやかしの術か何かで。しっかりしなさい。ここでお前が動揺すれば、助けられる者も助けられなくなる。助ける。そうです。お前は言ったはずです。聖号騎士に本来の記憶を取り戻させる方法があると。ならば、ユージオも元に戻せる道理。そのために、何としてもこの局面を乗り切らねばなりません。ここは俺に任せてくれ。わかりました。ですが油断しないで。あの騎士は、もうお前の知っているユージオではない。ああ。ユージオ、俺のことがわかるか？俺はキリト。お前の相棒だ。ルーリットを出てからの2年間、ずっと一緒にやってきただろ。ごめんよ。君のことは知らない。でも、ありがとう。何がだ？僕の剣を持ってきてくれて。真意の会が。その剣で、どうするんだ？君たちと戦うんだよ。それが、あの人の望みだから。ユージを、誰かに命令されるまま、自分が何者かも知らず、戦う意味さえも分からずに戦うつもりなのか？お前の敵は俺たちじゃない。お前は最高司祭と戦って、大切な幼馴染を取り戻すためにここまで。戦う意味なんて、どうでもいいんだ。あの人は、僕の欲しいものをくれるんだ。僕にはもう、それだけで十分なんだ。お前の欲しいもの？それは、アリスより大切なものなのか？知らない。知りたくもない。君のことも、誰かのことも、嫌なんだ。もう、今は。ユージオ、覚えてないだろうけど、お前に剣技を教えたのは俺だ。師匠として、まだ弟子に負けてやるわけにはいかない。いい感じ。
24時間剣を交えているのだろう。この勝負に終わりはあるのか。勇者、やっぱりお前は強いよ。いつ追い越されるかとは思ってたけどな。無駄口を叩いたと容赦はしない。終わりにしよう。アリス！なぜ邪魔をする。バカ野郎、手を出すな。君とユージョーは共にルーリットの村で育った幼馴染だ。そんな二人を戦わせるわけには。ユージョーはアリスに関する記憶を奪われたとは考えるべきでしょうか。ああ、そう思う。最高司祭はシンセサイズの秘技でユージョーの最も大切にしている人の記憶を奪ったはずだ。ですが彼は私を見ても何の動揺も示しません。でもだとしたら、ユージは一体誰に関する記憶を奪われたんだ。それを二人で確かめましょう。ただ目にするのではなく、剣を交えることでユージの奪われた記憶を刺激できるかもしれません。ああ、わかった。二人でユージの目を覚まさせよう。あの人のために。俺もお前に負けるわけにはいかないよ、ユージオ。約束しただろ、最後までお前と一緒に塔を登るって。今のは前にルーリットの村で見た。まさか俺とユージを。アリスは知らない。知りたくない。ユージを、なあ、そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけね。なんだ、二人とも朝から見かけないと思ったらこんなとこにいたのか。一体何をやってたの？バレちゃったわね。三日ばかり早いけど、ユージオ、誕生日おめでとう。え、これ僕に？こんなすごいもの。お前の兄ちゃんが持ってるみたいな本物には負けるけど、でもこいつは雑貨屋に売ってるどんな木剣よりもすげえんだぜ。ほんとだ、これ兄ちゃんの剣よりも重いよ。すごいや、僕
僕、大事にするよ。ありがとう、二人とも。嬉しいな。こんな嬉しい誕生日の贈り物、初めてだ。おい、泣くなよ。思い出したよ、ユージよ。俺たちが出会ったのは2年前、あのギガスシダーの前じゃない。もっと昔、幼い頃に俺はルーリットの村で大切な幼馴染と同じ時間を過ごした。ユージを、そしてアリスと。なぜこんなに大切な記憶を俺は忘れていたんだ。北の洞窟への冒険も、アリスが禁忌を犯した瞬間も、そしてあの時、アリスが聖豪騎士に連れ去られる場所に俺もいたんだ。お前だけのせいじゃない。お前だけの責任じゃない。アリスを取り戻す、それはユージオと俺二人の目的だったんだ。やっぱり俺はお前と出会うためにここへ来たんだよ、ユージオ。キリッド、アリス、ユージオ、思い出したのか、ユージオ。ああ、僕も思い出したよ、ユージオ。キリト、リリースリコレクション。ユージオ、なんで。ごめんよキリト。アリス、僕を追ってこないでくれ。ユージオ。